次に2項目目は、子ども医療費助成制度についてお伺いいたします。子どもの医療費を中学校卒業まで無料にするこの制度は、すべての子どもたちが安心して必要な医療を受けることができる制度として、多くの市民から歓迎されています。私ども日本共産党議員団も、長年制度の拡充を求めてきたものであり、市の積極的な取り組みを高く評価しているところであります。本市の取り組みは、近隣他都市へも大きな影響を与え、制度を導入・拡充する自治体が増えています。このことからも、本制度については必要な施策であることは疑いの余地がないところであります。しかしながら、一方で制度拡充時から受診者数の増加による市財政への影響や、コンビニ受診の増加による医師への負担増、病院に行くほどでもない症状の人が無料だからと病院に行くようになるといったいわゆる不適正受診の問題を指摘する声があるのは事実であります。子育てを経験した私としては、指摘されるような問題があるとはにわかに信じがたいわけでありますが、制度実施による成果と課題について、平成27年度決算からどのように判断しているか、市の所見をお伺いします。そもそも医療の問題は、国が責任を負うべきテーマでありますが、国が行わないから、地方自治体がその代わりに制度を創設しているのが実情であります。全国的に子どもの医療費助成制度が広がる中、国が本制度を主体的に実施すべきものと考えますが、市長はどのようにお考えでしょうか、見解をお聞きします。また、医療費助成制度を実施する自治体に対し課されている国保会計への国庫補助金の減額調整措置、いわゆるペナルティーについては、どのようにお考えでしょうか。地方自治法に基づき、住民の福祉の増進を図る仕事に、ひたむきに頑張る自治体の足を引っ張る、まさに不当な制裁措置として、廃止するよう国に求めるべきと考えます。市長の見解をお伺いいたします。子育て支援担当部長でございます。2項目目の子ども医療費助成事業についてお答えいたします。本制度につきましては、本市の子どもを核としたまちづくりの方針に基づき、安心して子どもを産み、育てることのできる環境整備の取り組みの一つとして、平成25年7月より中学生までの子どもの医療費を保護者の所得制限を設けず助成しております。制度拡充後3年が経過し、制度の認知度も定着してきており、子育て世代の市民の方から、医療費の心配をせずに安心して子育てができるといったご意見をいただいているところでございます。医療費助成の状況でございますが、平成26年度の助成額は12億690万円、平成27年度は12億6500万円で 4.9% の増加となっております。増加の理由としましては、感染症の流行等による医療費の流動と、制度拡充後3年が経過し、一層制度の周知と活用が進んだことによるものと考えております。制度拡充にあたって懸念されておりましたコンビニ受診の増加等につきましては、いわゆるコンビニ受診かどうかという明確な指標はお示しが困難ではありますが、参考指標として、明石市夜間休日応急診療所の受診状況から、風邪などの流行による影響で、受診者数に多少の変動はあるものの、制度拡充以降、大きな変動は見受けられません。また、医師等への負担増につきましても、明石市医師会や医師からそのようなご意見は特に伺っておらず、現在まで受診についての混乱は生じていないものと思われます。以上のことから、本事業の取り組みを進めていくにあたり、現時点ではおおむね問題はないものと認識しております。本事業に関連して、国により国民健康保険制度において、国庫負担を減額する措置が講じられておりますが、これに関しましては、
全国市長会などを通じて減額措置の廃止について引き続き要望しているところでございます。なお国においても現在少子化対策を推進する中で地方自治体の取り組みを支援する観点から減額措置の縮小について見直しを検討しており、本市としてもその動向を注視しているところです。また所得制限に関しましていろいろなご意見があることは十分認識しておりますが、本市では子どもを主体とした施策を展開しており、明石で暮らすすべての子どもたちが医療費負担を気にすることなく安心して必要な医療を受けられるよう引き続き所得制限を設けずに実施してまいりたいと考えております。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。